いろんな方が見てくださったりとか、あとサブスクライバーの数が増えていくと、はい、あ、これはちゃんと真面目にやらなきゃなって思って、ほうほうほう、保存の、そうですね、この何かしらコツとか、うん、なんか何かあったらこういうのをやってみるとすぐできるようになるみたいな、何かしらの見てる人も何か知りたいと思って。ここがね、やっぱり英語の音にすごい惹かれたきっかけですね。なるほど、それがきっかけだったんですね。うん、いいですね。そこから憧れて、で留学とかですか、やっぱりこう。そうです。だから中高とやっぱりゴリゴリ の、はい、あの受験英語をやったので、発音からは一旦離れるわけですよ。はいはいはい、そうですよね。そんな余裕もないですし、はい、で大学に入ってそこそこ英語得意なつもりだったのに、はい、やっぱネイティブの先生のジョークとか全然聞き取れないわけですよ。はははは。でやっぱり聞き取れる人たちっていうのもいて、はい、帰国子女の人だったり、あとやっぱり中高一貫校のいわゆるこう受験だけじゃなくてネイティブの先生のオーラルコミュニケーションの授業があった学校とかの出身の人たち、神戸女学院とかね、はい、普通にネイティブの授業を中学1年からやってるんですよね。そうするとみんなね、普通にね、笑ってるんですよ、先生の言うことに。あー、なるほど、はいはい、わーとか笑ってるのに、もうすっごいショックで、はい、結構なんかもう、こう鼻がカーンって消し笑われて、あ、ダメだ、私全然ダメだと思って、全然先生のジョークが聞き取れない。で、そこからですね、こりゃあかんと思って、やろうと思って自力でなんとか、英語を聞けるように話せるようになりたいと思って勉強を始めて、で留学しようと思ってアルバイトを始めたんです。ほう、そうなんですね。うん、そこでアルバイト何やってんですか。いろいろやりましたけど、あの家庭教師とか、はい、片言でもちょっとでもいいから英語が話せると、あの時給がちょっと上がるみたいな、そういうね、あのパーティーコンパニオンみたいなのがあったんです。でそこはなんかそういう外国のゲストとかが来るようなパーティーですよね、はいはいはい、立食パーティーみたいなのがあって、はいはいはい、でそこでそのちょっとでも英語で挨拶ができたりとかすると、あのこうカクテル配ったりとか、はいはいはい、うん、そういうのがあったりとかしたので、うん、あのバブルで景気が良かった時代だった。あ、そうね、はい、うん、そういうのがあったんです。でそういうのとか行ったりとか、あと本当に普通になんかジムみたいなのもやったりとか、何でもやりました。なるほど、うん、そこで貯めて留学、ね、そうです。そこで貯めて、ある程度貯めて、あとはちょっと親にお願いって言って足りない分出してもらって行きました。留学では何を主に勉強してたんですか。私はね、いわゆるソーシオロジーで社会学ですね、はい、うん、をやりました。ソーシオロジーでやって、うん、でまあ当然アメリカですね。そうです、私アメリカです。アメリカの中西部です。オクラホマっていうところです。はいはいはい。でそこで、でまあどうでした、大変でした、留学生活は。大変でした大変でした。もうまず予想外にみんななまってた。ああ、はあはあはあ、うん、で中西部っていうふうに一応言ってるんですけど、地元の人たちは。でもむしろ南部に近い。ああ、なるほど、鉛が。カルチャーも南部に近いし、はいはい、鉛も南部に近くて、はいはいはい、やっぱちょっとなんかこう、ああ、なるほど。なんかまあミッドウェストの人はそうですね、誇り持ってたりしますけどね、こう、うん、俺たちミッドウェストだからなんか標準だみたいな感じ。そう、標準ではなかったです私その前にサンディエゴに3週間ぐらいいて、はい、でそこでちょっとホームステイしつつ、うん、地元の語学学校みたいにちょっと通って、でそこサンディエゴからオクラホマシティに行って、はいはい、すっごい別の国みたいに違いましたみたいな、うん、そうですよね、すごく違いました、はい、なので最初はそのカルチャーに溶け込むのにも苦労したし、うん、みんなが言ってることわからない、私の言ってることもなんか分かってもらえない、すごいないない尽くし。ああ、なるほど、はいはいはい、うん、そこで、そうか、そういうので、でもこうだんだんできるようにはやっぱりなっていったんです。そうですね、なんかルームメイトに恵まれたっていうのがあって、あ、私は寮に住んだんですけど、うん、一緒の寮にルームメイトになった3人部屋だったんです、はあ、私以外2人アメリカ人の女の子で、はあ、2人ともとてもすごくいい子で、ずっと一緒に
夜中まで喋ったりとか、ピザをオーダーして一緒に食べたりとか、うん、そういうことをやってるうちに、まあ、楽しかったので、うんうん、それがようになってだん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 少しずつ少しずつですけどね、はい、そういうのでこう上がってって感じました。やっぱりあできるようになってきたなっていうのは、うん、そうですね。最初はやっぱり1対1の会話だとなんとかなるんですよ、はあはあ、うん、で私とそのルームメイトとか、うん、私と誰かみたいな、はあ、あと先生が言ってることはよほど難しい話とか先生が早口とかでない限りはだいぶ慣れてきてわかるんですけど、うん、でもやっぱみんなで何人かでわーって集まってわーってみんなが話し始めるともう一気に分かんなくなるんですよ、はい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 、雑談がネイティブ同士がわーって雑談始めるとみたいな。それで急にフットで、うん、ユミはどうなのみたいに言われるとえみたいなみたいな、迷子になるみたいな、うんうんうん、でそれがある時なんかそのカフェで学食で、はい、みんなでご飯食べてる時にぼーっと食べてたんですけど、でも周りの会話がね普通に耳に入ってきたんですよ。おー、なるほどなるほど、はいはいはい、何言ってるのか分かるみたいな。なんだったらこっちの席に座ってる人たちの会話もなんか入ってくる、はい、はーって私聞き取れてる。ほう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 、なるほどなるほど、うん、そういう経験があったわけですね、うん、それは大きいですね。そうですね、そうですね。この何かしらコツとか、うん、なんかあったらですね、こういうのをやってみるとすぐできるようになるみたいな、何かしらの、ね、見てる人も何か知りたいと思うので、やっぱり思い切り振り切ることなんですね。でやっぱ日本人の多分こう性格とかもあると思うんですけど、そこまで大げさにやらなくてもいいんじゃないかなってどっかでね、心の中でブレーキがかかってるんですよ。なるほどなるほど、うん、で L の音とかも皆さん舌先を歯の裏につけるうーってやる方が多いです。で私の口を見てると分かるんですけど、舌見えてないでしょ。うーってこんなんじゃ全然ダメなんです。うわってやらなきゃダメなんです。あー、なるほど。うわです。でもここまで振り切らなきゃダメなんですけど、どうしても皆さんそんなみたいなでうーってやってしまう。そうすると通じないんですね、うん、なのでこう思ってる3倍ぐらい大げさに振り切る。そうですね、だからネイティブにそのルの音、うん、特にまあダークエールなんかポーとかオーとかこのルの音をどうやってやるのっていうとみんな舌出しますからね、うん、オーバーにこうそうです、そこでうーってやってきますからね。とか、うん、私のチャンネルの方でお話をしてた時に、その銀行のバンクとかっていうのもこれエーンって音なんですよね。でこの音も振り切らなきゃダメなんです。バンクバンク、うん、バンクではなくてバンクです。うん、でこうちょっとしつこい感じっていうのが、うんうんうん、特にアメリカ英語はしつこい感じを出すとうまくいくので、こうって思わずに振り切る振り切る、うん、思ってる3倍大げさにやると成功します。なるほど、振り切ってやるってことですね、うん、ブレーキかけないですね。心の中でのブレーキを外しましょう、うんうんうん、時速200キロぐらいで別にクラッシュしてもいいやぐらいな覚悟で言ってください。クラッシュしませんから英語は。そうですそうですそうです、うん、車はねやばいですけど。 YouTube チャンネルはどういうきっかけで始めたんですか？ YouTube はなんとなく始めたんです、最初は、はい、最初チャンネルを開設したのはすごく昔で、で最初はね自分がビデオをアップするためというよりは、なんかYouTube で面白い好きな動物のチャンネルとかがあったので、動物好きなのでそういうチャンネルを登録、自分で登録したりとかしていつでもこう見れるようにしようと思うと、自分もアカウントを開設しないとダメだから、とりあえずそれでアカウントを作ったんですよ、白紙の。でそのうちなんかちょっと自分も動画を上げてみようかなと思って、うんうんうん、気まぐれにちょこちょこっと上げ始めて、でも全然そんな真面目に YouTube をやろうと思ってなかったんです、その時、うん、だけど、そうですね、当時はそんなにいっぱい YouTuber もいなかったですね。そうなんですよ、そんなにいなかったし、
でもやっぱり語学って結局発音指導してるとやっぱ口元を見たりとか音を実際聞きたいっていう人が多いじゃないですか。あ、じゃあこれはニーズがあるなって思って、でちょっと、まあ、それでも月に1本2本ぐらいしか上げてなかったんです、最初は。それがこうだん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 こうなんかヒット作みたいなのが出てくる。そうですね、だん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 たくさん いろんな方が見てくださったりとか、あとサブスクライバーの数が増えていくと、はい、あ、これはちゃんと真面目にやらなきゃなと思って、ほうほうほう、で今はだから週に2回ぐらいの頻度で上げるようになりました。なるほど、そういう形だったんですね。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.